少女の願いは少年を身近に感じたいというものだった。願いによって二人は縁を結ばれ、離れることがなくなった。その願いの行方はいかに。今宵もようこそいらっしゃいました、ユズル様。覚醒、やはり現れましたね、レン。ん？何か昨日と感じが変わりましたか。自分の変化などさまつなことでございます。それよりも二つ目の願いはお楽しみいただけましたかな。複雑、確かにこの上なく身近ではありました。手をつないだまま生活するのも存外楽しかったです。ただ指導に迷惑をかけてしまいましたし、かぐやに誤解を与えてしまいました。少々やりすぎではないでしょうか。おや、これは失礼いたしました。ユズル様に喜んでいただけると思ったのですが。それに願いの内容をたがえたわけではありませんでしょう。シアン、それはそうかもしれませんが。ご納得いただけたようで何よりでございます。さて、では本題に入りましょう。三つ目の願いでございます。あなた様は最後に何を願われますか。指導様をユズル様の魅力で虜にすることも、両手をつないだままにすることも可能です。妙案、なるほど、それは素晴らしい提案です。ですが、請願、ユズルと指導の手を離し元通りにしてください。ユズルの願いはそれだけです。ふむ、これが最後の願いですよ。本当によろしいので。主公、無論です。この2日間楽しくはありましたが、それはユズルの力ではありません。ユズルはかぐやにズルはしないと誓ったのです。だから最初から三つ目の願いだけは決めていました。ふむ、そこまでの覚悟ならば確かに受けたまわりました。ユズル様と指導様の手を離しましょう。それではこれにて自分の役目はおしまいでございます。もしまた機会があったならお会いいたしましょう。終焉、これで夢の時間は終わりですね。呼びかけ、指導。あの、指導。起床、起きる時間ですよ、指導。挨拶、おはようございます。指導は聞いていた以上に寝ぼすけさんですね。解決、そんなにユズルの手が恋しいならばまたいつでもつないであげますよ。
吐息。そこは嘘でもまた繋ぎたいというところですよ。指導もまだまだですね。期待では待っています。まあ指導で遊ぶのはこれぐらいにしておきましょう。かぐやが心配しているかもしれません。やあ、シドウ。手をつないでいないということは、無事に離れたみたいだね。そう、自分がやったんだ。あくまで、ユズルの願いで。だがね。その通り、自分は願いを叶える精霊だ。さすがに気づいたようだね。まあ別段隠していたわけではないけれど。それはいずれ知ることになるだろうさ。それよりいいのかな、ゆずるに置いていかれてしまうよ。呼びかけ。シドウ、何をしているのですか？疑問。レンが現れたのですか？疑念。何をしに現れたのでしょう。もうすべての願いは叶え終わったはずですが。不安。ユズルが指導の部屋で寝ていたと知ったら、かぐやは怒らないでしょうか。否定。そんなことはしません。かぐやにも事情があったはずで。あ、そうですね、全くその通りです。ああ、ゆずる、やっと帰ってきた。もう心配したんだから。どこ行ってたの？解説。昨日は指導の家に泊まっていました。説明。昨日話した通り、諸事情ありまして、指導と手がくっついてしまっていたのです。ですが、残念ながら何もありませんでした。あれ本当だったんだ。なんかごめん、変に気回しちゃって。でも、手が離れなかったってことは、指導とずっと一緒だったってことだよね。お風呂とか寝る時も。寝るのは
落胆。予想以上のヘッポコピーでした。懸念。まあ、ユズルが寝ている間にシドウが何をしていたかまではわかりませんが。うわ、マジか、シドウ最低。冗談冗談、わかってるってそんなの。私もユズルに謝らないと。疑問。なぜカグヤが謝るのですか。いや、あのさ、ユズルとシドウがデートしてるの見たからか、なんか落ち着かなくて、一緒に食べようって言ったお菓子、気づいたらなくなってた。微笑。それはかぐやが買ったものです。それにゆずるのせいで一緒に食べられなかったのです。かぐやのせいではありません。ゆずるも戻ってきたし、また買ってくる。今日こそ一緒に食べようね。シドウも食べるでしょ。皇帝、愚風の巫女ですからね。さて、ではゆずるも行ってきます。かぐやのお菓子に合わせて何か買ってきましょう。自慢。今さら気づいたのですか。当然です。ゆずるの分身ですから。複雑。もしかしてシドウは手が離れなくなるならかぐやの方が良かったでしょうか。シアン。いえ、別に構わないのです。かぐやは本当にいい子ですから。と思ってしまうのです。質問。シドウはユズルと一緒にいてどうでしたか。デートをして一緒に手をつないでドキドキしましたか。悲哀。ゆずるでは魅力不足でしたか。ですが正直に言ってくれてよかったです。苦笑。正直ですね。そうでした。シドウは嘘をつくのが下手でしたね。たまにこういうことを言ってくるものだからシドウは油断なりません。誘引。何でもありません。それより早く行きましょう。かぐやが戻ってきてしまいます。
軽減。どうしました、シド。随分と上の空ですが。譲ると手をつないでいないと物足りなくなりましたか。評価。学んだことをすぐに生かすその姿勢は好きですよ。ご褒美に手をつないであげましょう。やあ、また会ったね、シド。それに、ユズル。軽減。まさか本当に現実に存在していたとは。一体何の用ですか、レン。願いはすべて叶え終わったはずでは。ああ、大した用件じゃないさ。すぐに済む。願いを叶えた報酬をもらいに来ただけだからね。クモン。脱力。これは一体。病譲るは願いを叶えた。なればそれに見合う代償が要求されるのは当然だろう。サマエルの毒は思考の秘密。一度口にしたなら二度と逃れえぬ魔性の果実。サマエルの力によって願いを叶えた者はその代償に全てを捧げねばならない。その力を、心を、果ては命に至るまで。一体誰にそれを言っているのかな。自分はレン。哀れな道化にして生まれながらのヴィラン。騙し騙され恋焦がれ欺きそねみそそのかさ。人の道を解くにはいささか適さぬ相手ではないかな。それに今さらせんなきこと。理由や経緯はどうあれ、ユズルが願いを叶えてしまった事実は覆らないのだから。深く深く。やはり裏があったのですね。あなたにできるかな。ほう、いい気迫だ。だがいささか鈍いな。もしや体が思うように動かないのではないかな。図星かな。あなたに封印されたユズルの力もまた吸収されているのさ。それも道理だろ。シド。奮起。これ以上シドを傷つけさせはしません。おい
坊や、まだわからないのかな。あなたの力はすでに集中。ほう、なるほど、考えたね。指導のパスを使って他の精霊たちの力を逆流させようとしているわけだが、惜しかったね。他の精霊ならばまだしも、譲る？あなたにはピースが足らないようだ。ああ、なんとも悲劇的だ。ここまで奮起してなお一手足らないとはね。大丈夫？二人とも胸郭かぐや、なぜここに。買い物から帰ってきたのに二人がいないから探してたの。そしたらなんかいきなりピンチだし。あ、もう話は後。事情は知らないけど、譲るとシドウを痛めつけた落とし前はつけさせてやるし。微笑。かぐやは譲るの窮地を見逃さないのですね。ならば譲るもいつまでも情けない姿はさらせません。道長、シドウ、手をつないでください。今度は譲るの意志です。権限、ラファエル。おお、天使を権限させたか。そう来なくてはね。質問、レンに一つ聞きたいことがあります。レンは一体何のためにユズルの力を奪ったのですか。何か成したいことがあったのですか。ユズルを騙したことも、シドウを傷つけたことも許せはしません。ですが、精霊は最初皆厄介者です。もしも理由があるのなら力になれるかもしれません。知れたか。ただひたすらに悪逆をなすため。軽減、随分と芝居臭い口調になりましたね。は、自分を倒せたら何でも話そう。倒せたらだけれどね。不敵、倒しはしません。捕らえて縛って尋問するだけです。捕獲、エルナハッシュ。不明、捕らえたと思いましたが消えました。これもレンの力なのでしょうか。
願いします。また誰かの夢に現れるかもしれません。それにいかに悪逆を自称していようと、精霊ならば指導が救ってくれるのでしょう。なんかいい雰囲気で締めようとしてるところ悪いんだけど、結局今の蓮って何だったの？ため息。空気を読んでほしいです。今のは黙って感慨深げに空を見上げるべきところです。いや、そんなこと言われてもわかんないし、知らない人の顔空に浮かんでても怖いし。冗談。蓮は願いを叶える精霊です。どことなくユズルや皆とは違う感じがしました。願いを？え、何それ、超強くない？世界征服とかできちゃうってこと？注意。かぐやは本当に願いそうで怖いです。今の光景を忘れたのですか？もし出てきても絶対に願ってはいけませんよ。あ、分かってるし、ちょっと服とか喋り方がかっこいいくらいで騙されたりしないし。疑問。かっこよかったのでしょうか？譲るには少し難しい問題です。まだ油断はできません。しかし今は無事を喜びましょう。シド、カグヤ、本当にありがとうございます。ふん、サシモの精霊も我が異様の前には退散せざるを得なかったと見える。微笑。そうかもしれませんね。あっと、シュカ、問題ありません。少しめまいがしただけです。そうですね、きっとかぐやの買ってきてくれたお菓子を食べれば治ると思います。はあ、よかろう。ならば勝利の美酒に酔うとしようではないか。期待。それは楽しみです。しかし不思議なものですね。微笑。蓮はもういないはずなのに、ユズルの願いは叶っているようです。不満。指導は譲るといるとすぐに物思いにふけります。もしかして譲るといても退屈なのでしょうか？指摘。指導はだんだん口がうまくなっている気がします。ですが譲るは何度もごまかされませんよ。質問。とてもそれは興味深いですね。ユズルの何を考えていたのですか？
疑惑。本当ですか？なんだか少し嘘くさいです。ユズルのアドバイスに影響されすぎている気がします。疑念、そうでしょうか？と、そういえばユズルもここ数日で上手くなったことがあります。誘惑。こんなポーズはどうですか？指導は好きでしょ？刮目。そういうセリフは目をそらさずに言ってください。想像なんて目ではありません。本物のユズルが目の前にいるのです。もっと見てもいいのですよ。勝利。苦しい言い訳ですね。確かにウィットに富んだ返しもいいですが、ユズルは指導の素直で単純な反応も好きですよ。暴露。もっと言うなら、指導が困っている顔はもっとユズル好みです。宣言。ユズルは今回のことで今までよりもっと指導を理解できました。これからも遠慮なく指導をいじり、困らせ、悩ませ、そしてユズルの虜になってもらいます。